岸田総理大臣は与党の幹部らを前に、派閥の政治資金をめぐる問題について強い危機感を表明しました。一方、公明党の山口代表は、自民党に主体的な対応を求めました。各政策グループの活動について、国民に疑念を持たれていることは遺憾です。政治の信頼を回復するため、自民党としても強い危機感を持って、 この問題に一致結束して対応してまいります政治とお金をめぐる報道が相次いでおりますが国民の信頼を回復できる対応をお願いをしたいと思います今日の政府与党連絡会議で岸田総理は各派閥に対し丁寧に説明するよう指示したと説明しました